マンションの前で人だかりがしている。クレーンがピアノを窓から出している。引っ越しだろうか年老いた夫婦、入居した陶器もああして入れたのだろう。長い年月、子供たちも離れて、ピアノを習った娘や息子は期待通りにはいかなかったのか。親のもとに残されたピアノは寂しそうだ。遠い日の